前からよいしょ入ってるコメントしてくれてるね、みんな。今週もえ、なんか始まりましたね。おお、だいぶもう早速コメント伸びてるんで、めっちゃコメントしてくれてる。お、かっこいいもん、いやいや、かっこいいよ、来てますよ。この時間いいね。いいですね。じゃあまあまあ、コメントにもね、今日また触れていくということで、最初にじゃあオープニングどうぞ。どうぞ。よいしょ、まあ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 、僕も この時間になってから僕も初の登場ですけどね。まあコメントでね、いただいてますけど、まあ、あ、今ちょうど名前出ましたね。この服かっこいいね。いいですね、この服。いいね、やっぱ映えますね。え、かわいいね、これ。よいしょー。まあ暴れ馬と、まあ暴れ馬とね、ボーイさん、はい、ハイザル交換しまーす。はいはい、ハイザル。ハイザル交換しますよ。キャバクラのボーイさんだね。はい。ボーイさん、暴れ馬ね。この間からね、やっぱ、変わって、どうですか ?2 回目の放送ですけど。よろしくどうぞ。コメント数はかなりね、上々な感じ。いや、俺ね、なんか、8時にダメだ、ね。わー、伸びてますもんね。金曜がダメだ、ね。さあ、いただきましょう。ハイザルはないよね。風紀が好きなボーイさん。さあ、大好き。風紀大好き。じゃあはい、なんかやりましょう。まあそうですね、多分皆さんね、じゃあなんかみんな気になってるから、そうですね、はい、アンケートを、アンケート、はいはいはい、まあ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 、まあ、それは知ってるかしら、結局この4人の中で誰が好きなのかっていう。あ、まあ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 、俺初めてじゃん。前置きは言ったけど、8時の段階では圧倒的に俺がドベだった。まあね、俺初めてじゃん。この中でね、誰を指名したいかっていう。あ、でもまあ、じゃあそれをする前に、まあお前誰なんだって思ってる人もいると思うんで、多分失礼としてますからね。ああ、じゃあ自己紹介、一言ね、自己紹介、一言、いいですかね。いいね、自己紹介しましょう。おお、あ、初見さん、ありがとうございます。あ、はじめまして、もう言うやさんに、いや待って、あ、あ、自己紹介、そう、自己紹介、ほら、当たすじゃないって、ほら自己紹介自己 PR、 俺普通に待って待って言っちゃったよ。俺から、いや、俺からって、いや、違う、俺からとかじゃないや、遺跡組だけ、夜に、やっぱ君だけ。ドリームのルアです。みんなと仲いいんで好きにやらせてもらいます。よっしゃ、イエイイエイイエイ、絶賛緊張気味です。ということでね、ソウルからの遺跡組だぞ。ダメだぜ、絶賛緊張組ってことね。やっちまった。ルアさん、コメント来てますよ。それだけって送り20点、嘘じゃん。送り1本もらったからテンション高いね。テンション高いよ、送りもらったからね、今日最近めっちゃ送りもらったらテンション高いよ。めっちゃ上がったね、1本だけ。いやいやいや、送り1本でも何本でもね、そう1本は1本やけどね。え、次カズマ、いや、多分2本もらってます。2本、よっしゃ、え、2本、いいね、2本もらってますもんね。へぇ、あー、まあ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 ね、あー、シャンパン入れてもらって、なんか変わっちゃったね。あー、変わっちまったな。変わっちまったよ、変わっちまった。教えてくれないと入れません。あ、次、馬、カズマじゃない、次、馬。でもなんか、え、なんかでも、あ、そう、あー、アンケートで、なんか、あ、そうですね、そう、あの、4人の中で誰がいいか。あ、でも、あの、ちゃんとこれ、あれ、あ、すいません、アンケートいいっすか。はい、お話していい。何アンケートします？本人の前に名前出してほしいです。あ、そうやね、できる、じゃあパフュームみたいにします。パフュームみたいに、僕、ゆうやです。で、しんやです。てっちゃんです。ルアーです。はい、アンケートお願いします。ででん、4人合わせ、あ、はい、何、誰が、誰を指名したいか、誰を指名したいか。え、それは顔でってことですか。まあでも、分かんない人は分かんないですからね。顔でビリだったらどうしよう。この中で誰が好き言うで。え、じゃあ、いや、まあそれ今投票してもらってますけど、じゃあそれ、ケツどうします？あ、じゃあビリは、ちょっと一杯。あ、いいね、一杯飲んで。ケーキ付けに。恥ずかしかったら俺の携帯に LINE していいんやで。え？いいぞ。出されても知らないから。出てるのかな、これ。あ、いや、あ、今出てるっす。
いやね、出されたものいらないから知らね入れにくいもんね。あ、今出てる人気じゃん。かっこいいって。おてつ、おてつ人気もある。すげえちっちゃいけどね。すげえ。え、なんで一緒なの。やった、イエーイ。なんかちょっと嬉しいかもしれない。はい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 、これちょっと嬉しいかもしれない。 23.1。 くそ、ビリか。え、ビリ言わせますか。いや、ビリじゃない、でも、深夜ビリ。いや、シャさんいいっすか。え、ビリちゃん、ビリちゃん、ほら、この時のまたビリちゃん、馬の目来てますよ。金曜の8時台でもビリやったよ。みんな馬の目来てますよ。俺が先輩っつって酒が強いこと分かってんね。いただきまーす。ゲイ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 、よっしゃーい、ゲイゲイ。でもまだこの時間の視聴者さんをまだ物にしてないでしょ。はい、でも思うんですよ、今の投票は、うん、あの、あくまでこの4人に出た話じゃないですか。まあそうです、ね、この4人ってぶっちゃけドリームの、まあ、顔っていうか歌舞伎町の顔みたいなとこあるんで。そう、俺はナンバー4、歌舞伎町で4番目にいい男ってこと、結果的に。そういうこと。今日天気良かったっすね。そうですね。ロアさんどうなんですか。急に、うん、急に雨降ってきた。そうですね、今日いきなりね、雨降ってきましたもんね。うざ、雲行き最悪やね。いや、ほんまに、いや、大変でした。どうしたん、なんで雨降ったん。なんか前、この時間帯、バーで見てくれてる人がおって。あー、担当と、担当さんと、女の子が担当と見てくれてありましたね。担当と見てるって書いてあるやつね。なんか今日はいないのかな。いや、まさかね。おらんのかな。毎週木曜日の KG グループの、やらしい、やらしい、その際担当さんが女の子と見てくれってて。ええー、いいね。多分その女の子俺指名すんのかな。うま、下出すな。何のこ、何のことと思ったら、そういう感じね。た、ああ、担当と、担当と馬車が来たー。え、嘘、え、担当と馬車来たよ。この前の KG の方かな。 KG の人かな。あーね、いいじゃん、KG グループの。わ、君が担当だよ。担当と馬車いるの。悪いな、絶対嘘、馬車いないでしょ。うわ、今日はエア、今日はエア、これ悪いね、完全。え、他の日どこやってね。じゃあ、あれはあの、この前ビル乗ったら、あ、ダイロフトアから、ダイロフトアから、あれ大丈夫かな。ダイロフトアから飛び降りようとした。あれ大丈夫かな。この時間帯はあの、次の時間帯がフェイトの2部の、はいはい、フェイツキーグループさんの、いや、フェイツの有名ですね。フェイトの2部の、はい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 、あの番組があって、はいはい、そのフェイトの2部に通ってる女の子たちが番組を見てる疑惑、疑惑、まあ、その4時、僕らが終わった後でその番組の前の僕らの番組を見てくれてるってやつ。あー、ってことは、うん、まあでも、じゃあその子に対して言うんですけど、僕らちょっと待って、フェイトプラスにテツくん手振ってる。そんな人気？人気。おお、おてつ人気じゃない？やっぱエイプラのために待機だよ。え？あ、じゃあってことは、でもじゃあみんなに、じゃあその子に言うよ。みんなフェイプラに出勤しまーす。ラストン取っちゃうよ。ラストン取っちゃうよ。乗り込んじゃいますね。冬月でラストン取っちゃうよ。遺跡で。あ、冬月でラストン取っちゃうよ。全員遺跡。今日は雨なんで。ショコラかな。先輩。あ、そう、あのね、この番組の前は、あのニュージェネレーショングループの姫木さんっていう、はい、有名な人がいて、有名ですね。その人の番組だから、この時間帯はマジでヤバい。熱め、ハードル上がるってことですか。前も後ろも有名グループに囲まれてるから。てか今の時間帯の子って何してるんですか。あのアフター待ちしてる、まだあのまだ、あー、あれね、有名な人をね示したまだ来ないからね。ちゃんとミーティングしてるから。そうやね。ミーティング、ミーティングって言って、でも姫木さんのことでもいっぱいですもんね、コメント。で、でもその間だからマジでってことはもう熱い、熱い、熱いと思って 両サイドがすごい熱いってことは、うん、うちも結果的に熱くなる。オセロと同じような。そう、だから情報、ね、うん、熱い、熱い、ワンチャン、ワンチャン指名もらえるよね。ウエさん、嬉しいコメント来ますよ。ウエさんの方がイケメンよって。わーおー、姫木さんも、姫木さんかっこいいとか多すぎでしょ。いや、その間に入ってますからね、オセロ。ユーヤ、いや、来ません来ません来ません、やめて。今いるよ、今ここにいるよ。姫木さん、赤西仁似てる。て誰、赤西仁似てる。来てますよ。でもここで、ここで一発言いますよ。姫木さんって誰。あ、そもそもめちゃくちゃ有名な人よ。いやいやいや、全然、ね、めっちゃ有名やね。全然知らない。夏木優也の方がはるかに有名やけど。赤西仁似てる。全然知らん、そんなイケメン。でも俺、夏木より深夜って来てる。
いやそれはそれでこの番組の趣旨おかしくなっちゃう。まあそしてああ俺やっぱ、まあ、つまりまあいろんなことありますけど、まあ家さんが一番ってことです。これはもうつまり、いやそんなでもなんかいいね、なんかみんなコメントしてくれ。じゃあちょっと MC みたいなのあの仕切り直して、この番組はやっぱ深夜帯のこの番組はどういう方針でいきますか。やっぱ舘様に挟まれてね、なんか最初は様子見でいきたい。ああ様子見で、まあまだ俺らはまだ有名グループ、まあ有名グループ、有名じゃないドリーム、有名店じゃないじゃん。有名店なの、まあわかんない、でもまあ有名店なんじゃない、そんな名は知れてないからでも前後が有名ホスト多いからその間に挟まれて、モーとかビビってんじゃねえよって気がする。怖いよ、ほらガンガン煽ってこうよって、この時間怖っマジで聞けーい、おいお前ら聞けーいや、ああでも、いやあんまり喧嘩打っちゃう、あのちょっとやりにくい、そうですね、今後ともいろいろ、そうですね、うん、でもまあでもこの4人見たら分かるように明らかにもう三者三様、四者四様のこのかっこよさある。そうですね、もう見とる人は何どこ指名しててもいいけど、とりあえずうちに初回いらっしゃい。そうだね、一回来てもらったらね、なおさら分かるしね、初回にいらっしゃい、指名していらっしゃい、もう本当に後悔させませんからなんで1000万プレイヤーぐらいの、まあいやいや、でもいずれねそれを結果出す方ですから。え、なんでったって、いや、なんでったって、あ、僕は人間と1000プレイヤーなんで、1000プレイヤー、そう、そう、タクシーで絶対1000出す、1000出してお釣りいらないって言うから。さすが掃除組、あよっ掃除隊長、さすがいいよ、掃除するぞ、ここの空気も掃除するぞはい、どうしたらいいかな、飲みます、空気きれいにして、まだ飲むの、今日飲んだやつ飲みすぎだよ。いやもう、でもみんな、あ、ちなみにコメント返しますけど、はい、みんな初回つきます、つきます。え、どれ初回、みんな初回つく、そう、みんな初回つきます。でも、ナイトチーム見てくれた人はみんな夏木優也指名になる。いやでもほんまそうなんですよね、言わんわいいよ、言わんわいいよ、じゃないとキャスターで言わんわいいよ、あんまりだからね、ナイトチューブ見てきましたって言ってね、俺ら喋ると気まずいよね。一番初回つきたいの誰？誰？初回どういうこと？初回つきたいのは誰？俺らが初回つきたいのは誰って、いや、その僕ですよ、もう僕ですそれ。あ、じゃあですね、いやいやですね、彼ですね、待って、え、違う、みんな知ってる、みんなのやつやらないと、みんなのやつやろうよ、やっぱ最近ね、チームやっぱ最近ほらね、シャンパン入れてすごいもうイケイケですからね、やっぱ調子乗ってるってこと、もう軌道に乗ってる、グイグイいっちゃってる、調子乗ってる、それは、ね、皆さん来月の舗装図チェックやで、要チェックや、それはある、うん、いやチェックやで、ほんとやっぱ調子乗ってる感じはある。え、じゃあ全然乗ってない、じゃあマジで乗ってないです、ほんまに。いや最近ちょっと鉄ちょっとね、うん、いや、ちなみにあの天狗とかって言われていますけど、鼻が高いのは元々です、これ、はい、あのそれは犯人してください。え、はい、営業終わりにラストン選んだ、なんか次何ラストン歌おうか考えてたよね。ああ、そうだね、誰がですか、僕ですか、今日、ああまあそうですね、え、じゃあちなみに聞きたいんですけど、歌舞伎町のラストンで一番人気なのって逆に何なんですかね、曲、あ、僕率直にちょっと疑問に思って、いや何歌ったら女の子嬉しいのかなみたいな、え、ちょ逆になんかみんなこれ歌ってもらったら嬉しいみたいな、コメントもらったら嬉しい、ちょっとなんだろう、じゃあ整理しますよ、私なんだろう、みんな各々が思う、うん、めめしきと歌うのラッソンといえばってことでしょ、そういやラッソンないでしょ、え、ラッソン、あ、俺全然もう本当にもう美空ひばりから、あ、でも三代目聞いてない三代目、そうです、三代目いや、そう、コメント拾っていきましょう、三代目何、あ、エグザイル時代終わったよね、そういえば、いや、これからまたぶり返してきますよ、三代目いて、私が歌うアユーロって絶対地獄でしょ、エグザイル何が一番大好きせ、もちろんお酒、あれ、誰もね、タイミングで CM お願いします、だって諸事情、ここがタイミングで、どうぞ先輩、なんだ、友達がホストになりたくてお店探してるんですよ、なんだと、どうしても一緒に働きたくて、今なら退入最大1万円ですよ、マジっすか、すぐ連れてこい、
すぐに呼びます。お前らやっぱりロミジンだな。切り直して、何でしたっけ？すんごいもうラストでしたっけ？じゃあシャンコの言葉にします。あシャンコの言葉、シャンコでやっぱ王子、王子から一言みたいなね、ビスト、やっぱホストといえばね、そうだね、シャンパン醍醐味だね、お店の。え、とりあえずシャンパンなしにホストは語れない。卒業式の時期じゃん。卒業式の時期、まあそうですね。卒業式っていうか、あ、入学、入学の時期かな。もう誰が卒業してたんですか？なんか、恥ずかしい恥ずかしいやつ、恥ずかしい、可愛いんだから。まあまあ、じゃあその卒業式の、あの入学式のねシーズンやからね。じゃ入学式の思い出を。ああ、思い出、はい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 。俺は全然言える。俺も言えるです。ほんまですか？入学式終わって次の日に彼女できた。おお、ちょっと待って、ちょっと、ちょっと聞いた。いや、あの高校1年生の時、高校掲示板が流行った時期、はいはい、ありましたね。何々高校のみんな集まるみたいなやつですよね。高校別であったな、掲示板があって、はいはい、それでなんか掲示板で知り合った女の子と出会って、卒業式、あ、入学式の次の日にもうちょっともう会って一緒に帰って、エッチマジっすか？そう、でも浮気された。その子に、うん、まあまあ、言わせたもんね。高校の体育館でやった思い出は、エッチした思い出なんかあったよ。体育館え、俺いや、高校の体育館で体育の授業中に先生のメンズ住んで好きなことを倉庫の中でド変態だね、体育倉庫ですよね。なんだっけ、じゃあ俺喋るのもうオチ全部言われちゃったから、うん、そう、昔ね、俺が高校2年生の時、もうあれは17になる、そう、ちょっと前の話だね。そう、好きなことをすごい、そういうね、体育の授業中に、はいはい、そう、やっぱそういうことをしてしまって、あ、やっぱそういうなんていう、こう危険なね、このやっぱこう禁断の愛みたいなのがすごい好きなの。それは ね、そう。でもルアン君喋ってないってめっちゃ、そう、コメント来てますよ、ルアさん。悪口言われてる、悪口言われてる。ツッコミ専門だからね。あ、そう、結構喋りたくてもボケてくれないと誰か。てか、なんで俺朝日飲んでんの今。やばくね。誰かボケてくれないと。仕事終わりの朝日ですよ。いや、明日、まあ、あと2時間後は朝日が浴びるしね。やば、時間としかないね、この違うね。8時の、金曜の8時台の時はもうなんかしっとりだよね。そうですね、でもなんか、あれですよね、まあ、なんかコメント来るから僕らもそれで、うん、嬉しい、行きますしね、嬉しい、マジで。誰が食い、誰って、分からんって。え、何、逆にじゃあ今何してるんですか？あ、聞きたい。見てくれてる人何してます？見てくれてる人何してるんですか？なんか コメント書いてください、バーって。何、ナウ、モンハン今モンハン、でも土曜の夜中でしょ。あ、木曜か、今日。まあ、そうですね、日付変わってきてるんですよ。何してんの？え、まあ、一人の方はモンハンらしいです。ダブルコロスから新作のね。暇でしょ。あ、いや、何してるっていうか、まあ、なんかえ、ああ、放送見てるか、それはそうだね。今見とる人は見とるもんね、これね。あ、なるほど。じゃあ、面白い話しての、リクエストいただいたんで。待って待って、担当とホテルいるよ。ああ、エッチな子いるなぁ。さあ、タイミングバッチやん。もう当たってるやん、もうそのタイミング。担当とホテルいるのに、これ見てくれてんの？じゃあ、俺のこと好きやん、それ絶対。深夜のバックして。完全そうですね。え、その担当より俺のこと好きじゃん、絶対。俺示、まあ、そういうことですからね。俺指名した方がいいでしょ、それ絶対。パシャでシャワー待ちって多い。男の子がシャワー浴びてるから、もう片方がね、入ってるからね、書いてるから見ちゃうみたいな。これ、え、嘘でしょ、バカにしてるでしょ、これ。ねえ、担当とホテル、パシャ詳しいっけ。
あ、パシャは、パシャはちょっと、パシャ、僕はどっちかというとバリアン、そうですね、バリアンですね。あ、バリアン。バリアンの料金システムについてはもうみんなもう、俺の右に出るやつはいない、もう。まあ、じゃあってことは、バリアンの料金システムは任せろ。バリアン深夜とかに名前変えるくらい。名字つけてね。現地名。あ、現地名。バリアン加藤で。バリアン。あ、でもバリアンだけだったら、ちょっとあの、今、歌舞伎町に3つあって、ちょっと、ね。難しいけど、ね、明治通りゾイバリアン深夜とかでいいんじゃないですか。ちょ、で目撃情報上がってきました、とうとう滑ってるし、この前バリアンからこれ目撃情報上がってきましたね。これ出日記もんじゃない、これ謝ってた、絶対そう。だからそもそも深夜っていうその存在、そんなビルしないやろ。そんなそんな道端歩いとって深夜っていう存在はまず知らんやろ。いや、これがね、ちょっと待って、そんな知名度ない。もしかしてこの言うよ、言うよ、知名度ないやん。ちょ、言うよ、うん、言うよ、よ、ツイッターのフォロワー割といるから。ああ、ちなみに何人いるんでしたっけ。今はちなみに3500人。あ、しかもしかもしかも、え、同業ほぼなし。 あと変なスカウトとかない。じゃあもうほとんど女の子なんだ。ちょっと待って、ツイッター3500人フォロワーいて、売り上げは、売り上げは3500万。滑ったー、まあ抜いて、抜かれてるじゃん。そりゃ滑るな、滑ってるわ。100万とかつったほうがよかったね。え、私フォロー外されたってシーン。いや、まあそりゃ、でもツイッター流行ってんね今。何インスタとフォロワーで人の名前が分かる時代ですからね。いや、ツイッターしたことない。俺2000人だね、フォロワー数今ですか。じゃあなんかで、あの、何その数。え、じゃあなんか一応先輩だから言ってたの最初、SNS 無料だし、あの、売り上げないんならやった方がいいんじゃないって言ったら、そうですね、一瞬で抜かれて、フォロワー売り上げもフォロワーも上がっちゃったよ、もううなぎ登りだ。いや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 、フォロワー数一瞬で抜かれた。ほんとだ、ほんとに。ちょっともう俺も頑張って増やさないと、もう全然増えへんから。もうみんなフォローしてください。モテモテじゃない、フォローしてください。いや、テツくんあんま人気ないこの番組。おテツモテモテじゃないですか。いやいや、あの、あれはあの、やらせやらせ、そう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 、やらせやらせのコメントかね。そんなに人気ないテツくんは。でもやっぱこの時間帯はやっぱみんな酒入っとるけどいいっすね。もう爆弾発言当たり前。一人ぐらいいる、多分あのバーとかに見てくれてる人。ああ、絶対いいっすね。先週ね、よかった。どうしよう、やった子とかだったらね、ウケるね。もうケツって誰だよ、俺やった子。おおおお、まあまあまあ、そろそろ伊達の悪口じゃないですか。あ、始まる、あずじめ、あずじめ、伊達の悪口。伊達の悪口。そう、なんか、それ俺、伊達の悪口言ってるみたいになるやん。ああ、いや、もう俺はもう日頃溜まってる伊達の、伊達の悪口をないもん、だって。あの、AGE の話します、AGE の話。まだ、それはやばい。あー、それはかん。一番あれね、 AGE、あ、そう、さすが、458番、さすが AGE、そう。明日の予定はじゃあ、明日の予定、明日金曜、金曜日ですね、金曜ですね、皆さん花金。あ、コメント来てますよ、バーイベの告知は。いや、バースデーはね、ドン。でもまああれだね、あの、お祝いしてもらうことが嬉しいな、やっぱ。そうですね、うん、一番ね、やっぱりね。誕生日のお茶だったでしょ。はい、誕生日お茶でしょ。いやいや、お茶じゃねえわ。自由だな。お茶お茶じゃねえわ。誕生日お茶って、お茶じゃないです。ラストボールじゃねえけど。いやいや、だからそれに比べたらなんか、いやいや、お茶じゃねえけど。いや、なんか誕生日の日にね、お祝いしてくれるの嬉しいなと思って。金額じゃない、金額じゃない。そうですね、大事、気持ちが大事。え、逆になんか、え、今までの人生で一番派手だったバースデーって何ですか。やっぱホスト始めてからですか。いや、俺はバースデーか、ないよ。俺は高3のバースデーかな。お、高3の時にバースデーって、かっこいい。バースデーバースデーって言い方、そんなことある。誕生日会みたいな。大学の、大学に入学する前の、はいはい、大学行ってたから、で、大学受験の合格発表が3月に出て、誕生日2月で、で、まあ、そのまあ、まあ親にお祝いしてもらった感じかな。マム、なんか大学頑張ってみたいな感じで。ママ、え、その時は結構なんかあれだったんですか。もうド派手になんか初期費用とか出してもらったね。あー、なるほどね。東京に住むための初期費用とか。あ、そうだったんですか。でもちゃんと返した、返した、ちゃんと返した。あ、じゃあ一回ね、一回こうポンともらって、うん、それを細かくね、細かくというか。あ、てかさ、あのヤフーでさ、夏木優也って検索したら、はい、東京大学って出るんだけど、あの、スペース空いて。
え、やばい、それちょっと気になる。それだけに東京大学ちょっと気になるよ。東大じゃないんだよ、俺。ゆうや先生、東大疑惑。え、そう、すごーみたいな。今だったらなんだろう、東大ホスト。例えば木村拓哉って入れたら、はいはい、多分工藤静香とか出るじゃん。あ、そうですね、その感じで、なんか夏木優也と自分で検索してみたらスペース東大みたいな出て、意識高い、意識高い、ね、おー、めっちゃ個人情報めっちゃ出てんじゃん、この人。いや、まあまあまあ、それだけ、それだけやっぱこう、有名特区になったやばいね、なったってことっすよ。いいね、機嫌いいわ。なんで飲んでんの、この。まあでも、ね、やっぱりこの服かっこよすぎるわ。かわいいっすね。やば、1週間着る、私の1週間着る、これ。ジャケットは1週間着れるって決まりがあるからね。バイビー期待着てますよ。あ、いや、もうそういういいわ。じゃあ、LINE してきて、その人。そうやね、そうやね、そっからやね。そう、来たらちょっとリアルかなみたいな。ああああ、夏木優也スペース東大出ない出ない出ない。ああ、出る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 。まあでもバイベー行きたいってことは、まあじゃあバイベーにね何があるとか。じゃあ今見てくれてる人、あの、あ、まあルア君の LINE ID 出てないから、出てない、あの、そうですね、この3人の ID 誰か好きな人 LINE してください。じゃあとりあえず待ってます、待ってます。はぁ、待ってないけんね、全然。嘘、待ってない。 LINE とか全然待ってないけんね。それはあれでしょ、あの外反に今日深夜君出勤してますかって言われて深夜目当てで初回の女の子2人来て、はいはい、で写真指名深夜呼ぶじゃん。そうですね。で送りが哲くんだったってこと。そんなことあるんだ。切ない。外反の人に深夜出勤してますかって言って、ありましたね、ありましたね。目当てで来て送り取ったから仲悪いでしょ、僕。いや、もうそっからちょっとバチバチですね、僕は。あんま仲良くないでしょ。僕は基本的にはそう、やっぱホストは、うん、やっぱ仲良し講師じゃないんで、やっぱそしてお金、仕事なんで。え、それ私じゃん。早っ。私、おお、私じゃん。いや、おお、ありがとうございます。おおっつ、それ知らん、俺ついてない、その紹介ついてない、俺。でもなんかそういう事件があったみたいな。ありましたね。うん、まあ俺はやっぱね、でも意外と誰指名でも誰呼びでも、うん、鉄をプレイしたのは私やんって。やっぱ初回できてくれた人はお客様はお客様なんで。いや、そうそう、初回、初回だとしても3000払ってるからね。そう、そこはやっぱしっかりやらんと。3000払ってるから。細客って言葉がめっちゃ嫌いじゃけん、俺。ちょっと待って、あ、ちょっと聞いたことある。あれ、大鳥三方さんの真似しない。あれ、おかしい。もうあれ、俺じゃない。あれやし。でも、あの、大鳥三方さんは俺も尊敬してる方だから、今度会いに行こうかなと思って。よし、今日一人ディスった。いやいやいや、とりあえずね、イエイイエイ。ハオさんがいるから。まだ来週。あ、あと5秒。あ、わし、ハオさんいるから。また来週。